おはようございます。おはようございます。良い花の定期便でお届けした内容をご紹介する今週の良い花のコーナーです。フローリストの二次さんに今週お送りいただいた定期便についてご紹介いただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では二次さん、早速今週のテーマからお願いします。はい、5月30日発送いたしまして、本日お届けいたします定期便はこちら、クレマチスとローズの日。はい、ありがとうございます。はい、なんとつる性植物の女王なんですね。花の種類もものすごい豊富で、ね、色も形もすごく今人気の植物になっております。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今回の定期便でお届けした内容は、まずクレマチスですね。真ん中の花びらが4枚のお花です。紫のお花、こちらがクレマチスグルーピルエット、タンザニアから届いてます。輸入のお花です。続きましてバラ、ウェディングプラン、宮城県名取市カジノ園さんのスプレータイプの白いバラです。続いて香川県 JA 香川水戸用営農センターから届きましたアスターマッシュラベンダー、真ん中の花びらが細かくワシャワシャワシャとなったお花ですね。こちらの方がマッシュラベンダーです。次にベル型のお花が可愛らしいカンパニュラチャンピオンスカイブルー、秋田県カズノ農協さんから届きました。白い小花が爽やかな霜つけ、こちらは福井県伊丹市中小農園さんから届いております。最後がすごい繊細でね、可愛らしいお花なんですけども、この小さい星型のお花、こちらが、長寿草、群馬県 JA 吾妻の田村さんからの長寿草が届いております。以上です。ありがとうございます。はい、いつもの可愛い良い花ボックスに入っていただきます。では今回の主役、クレマチスですよね。はい、こちらの方はですね、本当に近年とても人気で、イギリスではつる性の植物の女王様としてとても人気があるお花です。ちょうどね、バラの季節と一緒に咲いてくるお花なので、バラと一緒に植えたりするお庭ではパートナープランツとしてとても人気の植物です。で、鉢物が主流でしたけども、切り花もどん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 種類が増えまして、国内でも作られてる生産者さんたくさんいらっしゃって、すごい素敵なものが多いんですけども、なかなか量が確保できないので、今回はタンザニアから入ってまいりました。こちらのクレマチスグルーピルエット、ご用意させていただいております。はい、結構こう揺れる花姿で、横顔とかもすごい素敵なお花なので、だんだん開いてきてこう濃い紫を楽しむことも楽しいんですけども、こんな風にね、下を向いて咲く揺れる姿も可憐で美しいので、そういう変化を楽しんでいただけたらいいなと思ってクレマチス入れさせていただいてます。で、ブルーピルエットのピルエットっていうのはバレエ用語で、つま先で回転するっていう意味なんですね。この可愛い揺れるような姿をバレリーナに例えたのかなと思うと、より可愛らしく感じますね。はい、確かにちょっと可憐なしなやかな感じがしますもんね。そうですね。で、クレマチスですね、ただカットしただけだとお水上がりがちょっと難しい場合がございます。なので、少し叩いて水上げをしていただくと水上がりが良くなります。はい、叩くんですね。はい、はい、ちょっと斜めに置きます。で、下1センチから2センチぐらいのところまでを、このあれを使ってトコントコントコと叩き潰していきます。そうするとボソボソボソっとこういう風に先が開くようになります。こうすると水上がりが良くなりますので、トントンと本当に軽く 2,3 回叩くだけでこういう風に割れてきますので、それでお水につけるようにしてあげてください。はい、ありがとうございます。では他の花材についてもお手入れ方法ポイントなどあれば教えてください。はい、クレマチス今ねお伝えしたんで、他のお花もご案内しますね。こちらスプレーバラ、アスター、カンパニュラ、それと長寿草、こちらの4つは水切りお願いします。はい、霜つけ、霜つけについては枝物ですので、はい、まず斜めに切ります。縦に割り入れます。こんな感じで割ってください。はい、はい、で、水揚げをしていただくとより一層水上がりが良くなって長くお楽しみいただけますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。そっか、枝物のやつは斜めに切って、
はい、縦にバリーです。わかりました。ありがとうございます。はい、今回カンパニュラさんもつぼみいっぱいついてて。ね、わざとつぼみいっぱいつけといたから、あ、ありがとうございます。なんでかっていうと、ね、これ咲くの楽しみ、はい、そう、もったいないから。で、下の方の色がまだ薄い白っぽいと思うんですけども、はい、これ花瓶についちゃう部分については葉っぱちゃんと取ってくださいね、はい、と、あとつぼみの部分も取っちゃいます。で、水が浸かる部分については葉っぱとかがないようにしてあげてください、はい、で、取ったつぼみはちょっと切って、うん、で、短い花瓶に生けていただくと、はい、これまた可愛らしいので、可愛い、はい、洗面所とかおトイレとか分けて飾っていただけるといいかなと思います、はい、で、この白いつぼみの部分もちゃんと色がね出てきますので、そういうのも、あ、生きてるなっていうのを楽しんでいただけたら嬉しいです。はい、ありがとうございます、はい、今回この主役のクレマチスも結構つぼみがついてて、うんうん、はい、そうですね、はい、硬いつぼみの場合は下を向いてたりとか、花びらが結構硬そうに見えますけども、だんだん色が上がって、はい、縁がフリフリっとなって、色味もそっくり、ね、花びらが返ってくると色が濃く出てきますので、はい、ね、しっかり叩いて水揚げしていただくと、うん、最後までお楽しみいただけるかと思います。心配な方はね、上下で2つに分けて真ん中の茎で切ると長さ結構しっかりとって分けられますので、はい、こんな感じに真ん中で切って花瓶に合わせて、はい、で、生け直していただくと25センチぐらいはまた取れますのでね、ぜひ可愛く小さく生けていただいてもよろしいかと思います。で、切ったら必ずトントンして切り口パサパサっとしてからお水につけてあげるようにしてください。ありがとうございます、はい、今回スプレーバラもそうなんですけど、うん、はい、カンパニュラもクレマチスも全部このスプレータイプというか、お花がたくさん咲くタイプなので、枝分かれのタイプなんで、ね、なんでこんなボリュームなんですね。全部咲いたら結構いいボリュームになりそうで、楽しみです。はい、で、今日でね、5月31日で明日から6月、はい、で、6月2日はですね、語呂合わせで日本ではローズの日となっております。はい、ローズってことか、はい、ローズでローズの日です。で、香水のバラを取るブルガリアでは5月の下旬から6月にかけて収穫に合わせバラ祭りが開催されるそうです。で、そのバラ祭りで親しい方に、家族とかお友達とかに、はい、あのバラをプレゼントする習慣があるそうなんですけども、日本でもそれを推奨したくローズの日をやっております。我々ですね、先週こちらのスプレーバラウェディングプランを作られてますカジノ園さんにお邪魔いたしまして取材させていただきました。今ですね、撮った動画を編集してますので、 YouTube にカジノ園さんの丹野さんがこだわりとか気をつけて大事に育ててらっしゃる姿とかを YouTube で皆さんにご報告できると思いますので、今しばらくお待ちいただければと思います。そういう作り手さんの思いをなんか聞くことで、もっとお花に愛着湧いたりとかしてくるので、ぜひ楽しみにしてます、ね、はい、ぜひ皆さんにね、素敵なバラたちをご紹介したいなと思ってますので、楽しみにしててください。はい、ありがとうございます。はい、はい、今日は以上です。はい、今週も本当に素敵なお花たちでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ではですね、そんな感じの良い花定期便なんですけども、良い花のインスタグラムなどでもご紹介しております。お客様もハッシュタグ良い花をつけて、投稿していただいている作品もたくさんありますので、ぜひそちらも見てみてください。届いた方はぜひ、ハッシュタグ良い花で投稿していただけると、私たちも励みになりますので、投稿していただけると嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。あと良い花定期便は、毎週1回お届け、あと各週1回、毎月1回と3パターンからお選びいただいております。それぞれ写真違うんですけれども、どれを選んでいただいても、こちらの YouTube やインスタライブでお届けしている内容をお届けしています。毎週火曜日お届けとなっておりますので、ぜひ良い花 .com ウェブサイトを見ていただいて、ご検討いただければと思います。
来週のテーマ、二月さん、来週のテーマはみんなが大好き元気いっぱいひまわりです。イエーイ、もうそっか6月、そうですよ、もうひまわりシーズン入りますんでね。はい、父の日とかも結構ひまわり人気ですもんね。そうですね、今年6月19日父の日になりますので、はい、ぜひそこでプレゼントしていただいてもいいかなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ来週も楽しみにしてます。はい、ぜひ。ありがとうございました。